フレディ・ケンプは英国のピアニスト。ドイツ人の父親はビル・ヘルム・ケンプの親族との説もあり、母親は日本人である。英国暮らしが長く、王立音楽アカデミーに学んだが、現在はベルリンに暮らしている。ロンドンに生まれる。4歳でピアノを始め、8歳の時、ロイヤルフィル・ハーモニー管弦楽団と共演して、モーツァルトのピアノ競争曲第12番。 K414 を演奏し、音楽愛好家の注目を集める。間もなくドイツから招かれて、振動ピアニストとして演奏を行った。1987年に第1回イングランド国営モーツァルトコンクールに優勝し、1992年にはセルゲイラ・フマニノフのパガニーニ教師曲の演奏により、BBC 今年の青少年音楽家に選ばれる。 1998年にチャイコフスキー国際コンクールピアノ部門に出場するが最終選考でデニス・マツー・エフとバディムル・デンコに敗れ3位となる。この結果に憤慨した聴衆やロシアのメディアから抗議が殺到し審査員の変更ぶりが非難された。1999年4月にケンプが一連のテレビ収録のためにモスクワを再放すると演奏会の切符は 売り切れとなった。現在でもソリストや室内楽奏者並びに競争曲の独奏者として欧米や欧州、極東で演奏活動を続けており、2001年には人気投票でイギリス最優秀新人に演奏家に選ばれている。親戚と言われるビルヘルム・ケンプとは異なり、フレディ・ケンプはラフマニノフ以外にショパン、シューマン、 リスト、プロコフィエフを得意とするが、バッハやベートーベンも好んで、レパートリーに取り上げている。ありがとうございます。